焼き石をそのまま口にバンって突っ込んだ感じだ。みなさーん、藤井葵です。2月17日、コンビニエンスストア先行販売、2月25日一般販売が開始されるこいつだ。ダーン、ペヤング極激辛です。前のがエンドじゃないんかいっていうね。前に食べたマックスエンドよりも3倍ですよ。3倍辛いと言われるこの極激辛ですが、3倍って言うともうそれはそれはね、すっごい差ですよ。皆さん考えてください。青エンジのめんつゆは3倍濃縮、ポイント3倍ならついつい足が赴き、一気のザクは通常の3倍で接近します。シャーラ、赤い彗星だ。もう3倍、日経平均株価が3倍になった日には一体どうなるんですか。どうなるんですか、すごいの。そんな中、あのマックスエンドの3倍極激辛を食べた後、マックスエンドを食べたら全然辛くないんじゃないかという検証をします。それではどうぞ。鬼鬼鬼がわら、タッチ。はい、ということで目の前にマックスエンドと極激辛があります。色ですね、色がやっぱりマックスエンドより赤みが強いです。全然違う、普通のおソース焼きそばと辛いやつかなぐらい赤と茶色っていう感じです。え、でもとはいえですよ、葵はパスタにタバスコをぐらい入れるぐらい辛みには強いはずなんですよ。なのでいけるかと思います。では極辛からいってみましょう。あ混ぜた時のね、唐辛子の匂いすごいわ。これやっぱり人は得体の知れない刺激を感じようとしてる危機感を覚える時に恐怖感を感じるのです。コージーエン、さあでは行ってみたいと思います。いただきます。怖い怖い、うん、うん、突っ込んだ感じだ。よだれがすごいです。いけいけいけ、やじゃん。うわはははは、あん、うーん、辛い。痛い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 。これはね、痛い辛い。これは初めて、葵の辛味史上マックスです。もう右鼻が、鼻水が出てきました。はい、あ、ということで、いやでも美味しいんだよ、味はね、本当に美味しい。あーでも本当にこんなに辛いのは初めてかもしれない。でもめっちゃ美味しいです。なんとかごちそうさまでした。ではこの辛さのままエンド行ってみましょう。もうこれ余裕説、余裕説、これ絶対辛くないと思うわ。うん、全然わかんないこれ。口に入れた時の辛味はわかんないけど、正直マックスエンド余裕だわこれ。これはちょっとね、葵衝撃すぎて、なんかあの人生でこんなに驚きを与えられてることがないので、逆にちょっと今ハッピーハッピーです。口の中のピリピリが全く取れません。皆さん、辛いもの苦手な人は気をつけてください。ただ、ペヤングさん、すげえ。